はい、おはようございます。そうたろチャンネルのそうたろです。本日はですね、LDJ、ロングドライバーズオブジャパンの、ドラコンの試合に参加するために今から静岡の東名カントリークラブドラコンの聖地に向かっていきたいと思います。今日めちゃくちゃ雨降ってるんでかなり大変なんですけれども、今からね安全運転で静岡に日帰りで弾丸ツアーで行きたいと思います。さあ最近2位なんでね、先週岩村カントリークラブ様で2位だったんで、今日は優勝できたらいいなと思っております。気合い入れていきたいと思います。頑張ります。行ってきます。はい、試合会場の、東名カントリークラブ様に到着したんですが、いやー雨ですね。これさらにひどくなる、らしいので、まあ願わくばずっと同じ条件で降るか止むかにしてほしいですね。その止んだり降ったりすると選手によって有利不利が出てしまうので、できれば降るなら同じようにずっと降ってほしいね。まあこれからうーん強くなるということで、ちょっと作戦をいろいろ考えていきたいと思います。で今日はですね、まあ、強い選手いっぱい出てるんですけども、2018年のゴルフダイジェストで決勝、争った玄界灘のターザン豊永智弘選手と、裏でタイマン張っていきたいと思います。はい、それでは豊永選手からどうぞ。はい、LDJ エクストリームディビジョンの予選なんですけれども、参加人数が増えると A ブロックと B ブロックに分かれまして、それぞれのブロックから上位2名と、合わせてワイルドカード、抜けた人の中から飛んでた人上位2名計6名が決勝に上がり、もう一度勝負をして優勝者を決めるという戦いになっております。私と豊永選手はB ブロックになります。最近好調の褐色の弾丸豊田選手も出ております。はい、それではどうぞ。1番打席智弘豊永。ありがとうございます。智弘豊永アメリカになった。2番打席真央藤田。3番の席、トモキ・マエーヌ。プロレスみたいな。お願いします。グレーディスク・クリア。カミカミじゃん。初見さん今日調子いいね。ちょっと飲んでんじゃないですか。確かに引っ掛けた方がいい。うわっ、いいね。明日が9番。ポップ。明日か、明日か、明日か。ステップブーさん、明日切りバーって。愛って書くんですね。そう。今日の朝看板で気づきました。看板は。ああ、左そのまま行ってるわ。左まっすぐ。あの感じ良さそうですね。あれで戻ってきたらで、僧帽がね、筋肉痛取れたら行くよ。ああ、僧帽と胸。大胸も入れてくか。ほら、引っ掛け引っ掛け。筋肉痛か？筋肉痛か？前腕力出ちゃったか？超回復だよもう。超回復で。すげえ速いから。すげえ強くなってる。ナチュラルに。ナチュラルに。LB。超回復。ミスター NB。今握力120とか。バランスが違う。あら、全部全部いっただろ。ゲームかけたいんだ。多分そのイメージだと思うんですけど。そうなるならば。ならば。であるならば、ならば、ああ行く。ならば、
あそういく。ああそれでも悪いやつが出たね。これはあれ、これあれ直らないやつ、ね。これ直らないこれ。でもこれはサファルして。うん、ね。どっち行くかと思ったら、これ直らないあっち行ったんだな。もう迷いながら。最後切れないもんな。最後だけ切る。ちゃえちゃえもう。よし入ったらラッキー。椅子を向き椅子を。ありがとうございます。あ、来た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 。戻るかどうか着弾をしたら計測だね。飛んだら行ってる。あ、ダメだ。ダメだ。旗の左だ。はい、結果出ました。一番打席豊永選手、残念ながら記録ございません。二番打席藤田選手311ヤード。三番打席前田選手288ヤード。はい、続きましてエクストリームディビジョン予選 B ブロック2組目、一番打席近藤哲也選手、二番打席永原壮太郎選手、三番打席堀本翔太選手。グリードイズクリア、グッドラックフェアウェイ。左サイド低い球。おー跳ねた。左サイド。結構跳ねた。低い球。めっちゃ跳ねた。上に跳ねたかわかんないな。そうなんです。ああ。ピンク右ちょっとファール。ブルーセンター。ああなんか落ちてそうだな。もうそれでいく。ちょっと右が。グリーンセンターから右サイド。入るね。この1ヶ月練習して。ブルー310捕まりグリーン330はい、A ブロック、B ブロック終わりまして、A ブロックからは、好調ですね。強いです。小井戸、京太プロ、1位、高木、選手、アマチュアなんですけども、2位、そしてワイルドカード、高山選手になっております。B ブロック、残念ながら、豊永選手、記録残らなかったです。1位が褐色の弾丸、豊田選手、強いですね。そして、壮太郎、2位で残りました。で、近藤さん、湘南のハイボーラー近藤さんがワイルドカードで残った形になっております。はい、それではですね、決勝の模様です。行ってみましょう。どうぞ。はい、結果出ました。1番打席近藤選手286ヤード、2番打席高山選手312ヤード、3番打席高木選手329ヤード。はい、それではエクストリームディビジョン決勝お願いします。1番打席永原壮太郎選手、お願いします。2番打席小井戸京太選手、
北山崎、豊田雅宏です。美咲さん代わりに打ちたいな。フリーディスク。よし、新選組頑張ってよ。帝王ステップやさじゃん。選手からのスタート。続いて選手。最後に選手。でもドロップしたわ。ドロップしました。左ライン方向。球がぐじぐじっと待ってる。出てるな、今の。出てるな。音がやばい。ブルー右ライン方向。グリーンも同じ方向。ああ、当たり悪いな。いやったな。これは右ライン入ってるかな。いい球。よし来た。ああ来た。ちょっとだ、ドロップしてるわ。してるね。ブルー320。あれ？なんかギリギリ入った。入ったわ。いやー、当たらん。長野選手、小井戸選手、小井戸選手、お疲れ様でした。特にありません。はい、すべてを決勝終わりまして、全然ダメでしたね。ちょっと、不甲斐ない結果となってしまいました。豊永選手とのタイマンは勝ったんですけれども、全体の5位という結果になってしまいました。優勝はですね、豊田選手とのプレーオフを制して、アマチュアの高木選手、左打ちなんですけど、すごいいい球を打ってました。素晴らしいね、選手が出てきました。インタビューしましたので、そちらの模様です、どうぞ。おめでとうございます。ありがとうございます。初優勝、はい、すごいですね。びっくりしました。どんな感じでした？いやでも楽しかったです。ナイスです。やっぱ一番びっくりします。ナイスです。ありがとうございました。負けちゃったのかな。ありがとうございます。いただきます。何がいいっすか。水で。いろは入ります。いろは入ります。普通に謙虚な。ありがとうございます。次頑張ります。